ジュピター日本のレイナとレイズの違いです。さあ防衛側のジュピター、ミルクヘッドショット、まずは竹地落とされる、ね、皆さん日本代表の応援よろしくお願いします。ムーンボットからエロング、ここは下がる選択です。いや2人で飛び出していってワンピックを取って下がっていくという狙いでしたね。これはいやただ負けじとラズ進めてますよ。いってますね。ダークカバーからラズ選手、 C ロングの小部屋に入っています。そして A 側へのスパイカメラもしっかりチェックできています。うん、オールドロー抜かりありません。このオールドローが抜かりない。後ろはアルビだ。ファーストブラッツ、さあ返しましたが、レイニーがラズを取った。1人が限界ですね。3対4がなければ4名で入ったのはチャイニーズタイペイ代表 HQ。 抜かりないな。フラッシュポイントからバース、1人削るがミルクがカバー、ゾーン3、壁抜き、壁抜き、当たってる。さあレイダーが挟む形、失礼します。ブラスバック、ブラスバック、アタッカーの申し込み、ミルク、ペイントダウン、避けれるか、おー、ちょっとミルクを落として、ファーストラウンド取ったら日本代表、ジュピター、やっぱりね、日本代表、さあ、竹地、ロングしっかり取りに行く、そしてレイタは下水道、でもいい形ですね、これはもう、はい、何度も見てきたアブソリュートジュピターの形ができてますよ、ブーンボットから、はい、旋回、ペイントダウン、うまく引いてヘッドショット、竹地、ヒールしながら、さばけるか、クラシック、レイタも一旦引いてロングエカバー。あ、スイッチましたね。体力のあるレイタが前に出る。なるほど。しかもバッキー、バッキーでロングを完封を抑えます。さあこれで 3-on-5 いい形できてますね。有利なのは日本代表です。ちょっとガレージだけ今取らせているっていう状態ですね。ただもうそれは把握できてるでしょうから、はい、人数削られずにラウンドを取りたいところですね。あまり近距離での打ち合いは避けたいところ。ハンドガン体力12アルビダ、ここを出したのはラズ、ガレージ抜け、イオンヘッドショット、これが恐ろしいエイム。あと一人、いや足音が聞こえて、これでこれでもうほぼ A だろう。守れるかレイター、フラッシュ食らってましたね。はい、さらにフラッシュポイント、竹地視界が悪いか、ミルクがペイントダウン、 3on5。 さあ火力武器差もありましたが、ここからアブソリュートジュピターとしてはどのような取り返しを選択するか。取り返さない可能性ありますけどね。どうでしょう、逃げてくる相手を倒して武器を回収しよう、それも一つの選択です。一旦ラズが合流してからなんですけど、ラズの動きを見てると、はい、寄るつもりがなさそうなんですよね。なるほど。そうですね、裏警戒しながらなので、これはもうリテイクは見てないですね。あとはこのチャイニーズ台北代表がどこから、台湾代表がどこから逃げていくのか。フォードラインダークカバー、ここでダークカバーすると逆サイドに逃げられる可能性は高くなりますよね。そこはもう承知の上と、日本代表も無理に彼に行く動きはしません。そうですね、まず安全に、はい、いやでも今のラウンドを思い返してみると、はい、その HQ e スポーツクラブの僕動画見たんですけど、はい、特徴が出てるなっていう、うん、まあファーストラウンドでも一人でどこまでこれ粘れるか、先頭一人倒して、はい、そのまま時間稼ぎしたいんですよ、狙いとしては。ジュピターは113の守り、さあ B 中央でレイタがイオ落とします。元フラッシュウルス、うん、時間稼いでますね。そのイオ選手を落としました。下水道では竹地止まった、ディスミスの判断、一旦引いてミルクとの打ち合いか、斎藤背にしてフラッシュポイント、下水道を抑えて、ミルク横からカバー、ミルクがダブルキル、ペイントだ、3人目コカクロが取った、壁抜き、3対2、これはリテイクしますね。なるほど、人数有利ですから行くしかないか。もちろん行きます。あとはカントのリコンボルトのタイミング、あとバースがバッキー、アフターショック、うん、ダッカバー、パラノイア合わせてタワー下へのフォルトラインか。そうですね、イカガンプライマッシュ、そうですね、レイニー、レイニー、フラッシュポイントが見事入っている。いやでもラズカバーでしょ、取ったラズダブルキル、素晴らしい。2人犠牲になってしまいましたけど、横を向いてたタイミングで横からカバーすることに成功しましたね、はい、体力は33ギリギリに来るってイメージです、ね、レイズが取りに来てますね、はい、あの HQ でいうと、あ、それをコントロールをせるゼク竹地、うん、これ対応しましたね、ない、見事ですね、うん、来るなら前に出てそこをワンピック取ってやるぞという竹地の気持ちが表に出てました。そして A オペレーター2で置いていたこのアブソリュートジュピターです。今度はレイタか下水道、さすがにロングで倒した後ショートのこんな手前まで入ってオペレーターがいるとはさすがに思えないと思いますね。アサルトはいるかもしれないと思うかも。見事、うん、テールウィンドはレイニー選手もカバー、4対3、あれテールウィンドなかったのかな、使わずにやられちゃいましたね。いないと思って、ね、いないと思ったらタイミング悪くコッキング中に出てきたっていうのがまあ読みなのかな、どうなんでしょうね。実はロングにもソーバーを置いて3名体制で A を抑えてましたからね、うん、いやただ取り返しの準備はできてますね、はい、おそらくこれアビリティ使って入ってきた時にアビリティで返してそのまま、うん、あのリテイクっていう形ではないですけれども、はい、完全に取りに行くっていう狙いですね。そしてチャイニーズ台北代表 HQ e スポーツクラブは
3名下水道からロングから行きません。そうですね、ご丁寧にアビリティで攻めてくれる、ローリングサンダー攻めるタイミングを教えてくれてます。ゴールドロン、ただこれしっかりすべありますよ。パラノイアからの設置、あーこれで冷戦リテイクの形に切り替えましたね。そうですね、一旦味方を待って落ち着いてきます。タケジェはタワー上、エンプレスを切っています。リア、あ下に向かってリア打つんですね。下に2名入ってますかね、これ入ってますね。ここでレイニーフラッシュポイント、相手のアビリティに合わせたフラッシュポイント、パラノイア入ってます。いやちょっと入るタイミングが遅い。高橋がちょっとアフターショックで時間稼がれてたのか、ね、タイミングがずれましたね。一人さばいてクロウも返す、パワーできる、ピッチャー分かってます。いやけそのクロウ、クロウが取った。いやギリギリ今車線完全に被ってなかったか、バーストクロウ、いやかぶってましたね。ギリギリ危なかったところではありましたが、先ほどからギリ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 タイミングに合わせて、タケシエが一人でヘブンから降りてしまったんですよね、はいはいはい、これはちょっとコミュニケーションエラーというか、まあ、ちょっと対応が早すぎてちょっとそれ合わせれるのは難しかったのかなとも思いますけど、あとはこれ先ほど A ロング、あーそれ今回3名で取りに行ったんですね、アブソルトジミタン、これも対応しましたけど、先ほどはやってなかったブームボットを流すという動きで、ミルクも対応を重ねてきましたね。そして今回は C への攻め、カント、ここはオールドローンで C 側の様子を見に行こうと、もぬけの殻です、もぬけの殻なんです。サイト裏までは見えなかったが、ショートパキって、まあ、とはいえここまで情報を、はい、なんだろう、アビリティをいっぱい使ってくれているので、うん、まあリテイクを狙うジュピターとしては悪くないと思いますね。スパイクミルクのショーストパーも不発に終わりました。もうこれだってペイント弾もないじゃないですか。そうですね、ショーストパーも使ってくれましたし、かなり好都合だと思います。あとはこの5名で取られている C をどう取り返すか、箱裏にまずアフターショックですか、ローリングサンダー、当たりますね、これ当たりますね、刺さった。それと同時に行きたいところなんですが、ハンターヒューリー、いやハンターズヒューリー、カント見事です。このハンターズヒューリーかなり厄介です。リングショット返してアビルダーレイニー、そしてあっという間のワンオースリー、これは取れませんね、これ下がります。いや取り返そうというところのハンターズヒューリー、相手もまた一つ上手でした。あれは読めなかったな、ないと思わせてね、あのタイミングのハンターズフィリア最高でしたね、うん、解除後とかじゃないんですね、相手のそうもあるでしょうね、 A はなんだかんだで止めれてはいるから A は欲しいだろう、一人さばいて、いやさすがさすがシェリフキング、サイバー刑事カリオクサを見せていく、カリオクサを見せていく、サイバー刑事この中は通りません、見えてないところでも2人目強引に抜いていきましたね。そしてこれは辛い、でレイタ選手も C ロングを詰めてる下水道から竹杖がピーク、はい、ダメージもらわず一旦引くことに成功しました。どこで足音が入るか、ジュピター少し人数状況は苦しいですけど、 C ロングのレイタも前に詰めることはできません。 B のクローも同様、いやここで A 攻めをスローでやりながら無理な攻めしないんですよ、ちゃんとドローンと合わせて攻める、見事ですね、で下水道も裏待ちしてると、ニューウィッチのパック見れるところはしっかりと見て、ニューラルセフトも発動しましたね、はい、ここでアブソリュートジェプターの2名の位置がバレてしまいます。ここはいけないです、いけないですね、うん、ニューラルセフトが飛んできてしまうともうさすがに、はい、あとオペレーターも所持していますからね。さあそして1人倒しているので、その武器を回収しに行ったのかな、クロウが回収できてるかな、そうですね、はい、取りには行ってると思いますね、ここかな、ありますね、ここを回収して次のラウンドにつなげます、丁寧に取ることができました。ただ狙われてますよ、これ狙われてますね、ゆっくりとチャイニーズタイペイ代表、リコンボルトもフラッシュポイントもあるので、これをレイタ選手が耐えれるかどうかちょっと怖いですね、ガレージも気にしなければいけない、スポンガー来てる、一人さばいてテールウィンド、クラドバースト一バレてる、うまい、うまい引きでもありましたが、惜しかったですけどね、見事、そしてクローも駆られてしまう、かなのかなとは思いますけど、今回はフォールトライン最速、そこも分かって上には上がったんですが、狙われる、フォールトラインにやられましたね、お互いクロスカウンターです、1-1交換できただけでもまだよしとしましょう、4対4、そしてレイターすぐさま下水道ロック、クローもカバーに入っています、ただこうなると、やや A に人数を割いてしまう、意識がいってしまうのはアブソリュートジュピター、フラッシュポイントで一旦引く選択、クロウ、これはわざとフラッシュポイントを打ったことによって、俺はもう手前までいるんだぞということをアピールして、A を攻めにくくしようとプレッシャーを与えたんですね、なのでわざと打った瞬間に、リーチが寄ってきてると、相手に方向ありますね、なので打った瞬間に下がったんですけれども、AHQ はあまりそれが響いてないですね、はい、
ただ B に関してはラズのスパイカメラで見えています。そして中央詰めがないのも HQ もしっかりとスパイカメラ置いています。いいようですね。執念に A を攻めますね。時間使うな。使いますね。これ工藤選手かなり難しいビジネス迫られてますよ。なるほど、うん、攻め先を割と予測してどっちに寄っておくべきかって決めなければいけないので、副業ブリーチと工藤選手は言われておりましたが、これでダークバだ。辛いビジネスになるか。そしてレイタがどれだけ止めれるか。黒がまずヘブンを潰しに来ました。これ倒せればレイタ接中の相手を仕留めて黒のバーストを時間を稼ぐ。ブレードストームイオが手前に出し削ったがイオレイタ落とす。アルビアを倒した。3対3残り時間10秒。接してる間に入れたら一番いいですけどね。タワーしたいな。ファーショック。フォールトラインレイに硬直。ただ進めない。慌てないですね。ここは落ち着いてますね。自分たちの得意なタイミングで、はい、リテイク狙いますね。いや、いいラインにレイにも硬直置いてます。いやタイミング感じすぎる。トレードワンオンツー残ったのは黒。HQ 顔を出しません。いやHQ 顔を出しません。いいクロス作ってるな。顔を出した。やるぞ。でもワンワンこれならある。場所は上がっている。やばい。取ったクロ。よし。解除は間に合う。間に合いますね。いやクロウが見せたワンオツ。本当に昨日からクロウは素晴らしい。いや見事五代さん。大です。ここでエコラウンドと、なりますのがチャイニーズタイペイ代表です。さあ味方を当初のフォールトライン。強引ですね。強引でしたね今。スパイカメラ移動。ガレージ側です。ウィンドの位置を掴んでそのまま勝負に出ます。あーガレージ取って今回は素直に何か。いやーいやーエコでも勝ってこのニューラルセット。いやー合わせたハンターズキュウリ。こんなのエコラウンドじゃないよ。さあエコラウンドじゃないよ。これもうそれ裏を止めるレイニー、うん、フラッシュ食らってましたね。スノーファイブマジか。これエコラウンドですよ。ちなみにいやエコラウンドではもうもはやありません。リコンボルトガレージ側、まあ取れそうだったら本気出していきますよね。アビリティ全投入です。ラズとタケジェエンプレスも切っていますがフォートライン足がすみません。あと一歩あと一歩というところまた一人さばいて、うん、いいエムパラノイアディスミスで一旦引きます。フラッシュポイントよけてリロード。ラズが引っ張ってゾーン2。やはりこの2人、いやこの2人のクラッチ力の高さ。ここだここだ。いや最後のことの魅力ここでのブーボット。横終わったところいやこれは間に合わないかな。ラズ選手これはもう入れさせてもいいという判断なんですかね。そうですね、入れさせて情報を見てあのリテイクの形をよりしやすくするためですね、うん、あのスパイカメラがあれば相手の配置を見てからゆっくりとリテイクできるので、はい、斉藤だ。先ほどと比べると取り返しやすいと思います。ここで黒早めのノックバック。いやでも打ち勝っていく。4対3。いやでもこれスパイク落ちてるしアフターショックよくて一回下がってますからね。ロングさばけない。なるほどアフターショック効いてたのか。竹千代はカバー間に合いませんでした。バスバッキーまず一発。うーん車掌が上がらないですね。一人さばいたがイオがすぐさまカバー。3人さばますんだ。残ったのはリーダー。血はできてないですけど行ってもいい気もしますけどね。あこれ勝負しますね。そうです設置はワンオンワンなので。そうですね設置中の一人を除けば1対1の状況。そしておそらく HQ もこんなに迫ってるとは気づかない。一人ともうまい。どうだレイタック。いやたまらん苦しく。いやこれ相手体力かなりあるので苦しい。時間稼ぐクラシック対決取ったのはいいよ。ドリブル受ける。これ体力ないのバレてましたね。取ったのは HQ e スポーツクラブ6対5。音がバレてしまうこともあって、はい、リロードーンをあえて立てなかったのか。うん惜しかったですね。前半ラストラウンドです。ヤギがちょバースはガーディアンを選択。ヤギやアップデートで変わりましたよねガーディアンも。はいはい一応まあ少しずつ手こ入れして強くはしてはいる状況なんですけれども、やはりエイムにかなり依存される武器、単発単発っていう武器なので扱うのはどうしても難しいです。レイダーここは最速でアルティメットチャージ、うん、そのためですね。はいブレードストームです。ただここからどう脱出するか。準備でも残っ
ッチしてますね。いやー、食らってしまったのはちょっと痛いですね。18ダメージ。ここで結果的にテールウィンドを使わされてしまったことによって、はい、1人倒した後の機動力がだいぶ落ちてしまうんですよね。ミルク選手もショートパンチですね。いや、この切り返しですよ。なるほど。A ロングに毎回プレッシャーかけるのがうますぎる。その後の C 攻めですよ。もう早いですね。迷いがないんですね。さあ、ショーストッパー切ってパラノイア合わせていって、そのままブラストパックで飛んでいくミルク。これさっきも見ましたね、この形。最終的にはスポン側かな。うん、なくても別にいいんだと。はい、ここはここを収めます。そしていいよ、死的だ。押さえます。ラズ硬直フォーン5。いやー、ここはもう力と連携でなんとか守ってほしい。アフターショック少しダメージ入っています。先ほどのフラッシュポイントから相手が箱裏にいるのはどうも分かったと思います。飛び出したこのミルクが捕まえています。竹城を押さえて正面から3名で取り返しですが、ここは射線が合わさっています。ここですね。30秒生す。うわ、見ました。素晴らしい。いや、見事ですね。これでワンピック、やっとした。さあ、体力34。そのまま同時に唇を切って A サイトへ一気に入ってきましたね。イオが怖い、イオが怖い。あー、しかもかなり強い位置に設置できましたよ。これ角設置ですね。はい、非常に有利に働くかもしれません。サイト2名が分かってバレて、うん、入った。フラッシュポイントもバレています。タケジェイ、そしてイオがカバー。3対3。アルビナーが2人返してラズが返す。ワンオーツ。いや、ちょっとレーターが来るまで時間稼ぎが必要ですね、これ。いやー、いや、うまいラズ。いやー、返されたアルビナー。1対1。ただ設置力に強い。場所を持てないレーター間に合った。ギリギリスパイカメラで中央の情報を奪います。ミルク、この距離 C リンクからのショーティーです。いやー、でも A リンク C リンクギリギリのラインで待ち構えてるの怖いですね。設置する瞬間に多分ブームボット飛んでくるんだよ。なんともバッキー、ラズ、ま、バッキー読み、見事竹ジェイもミルク読み。やはりワンキル取った後のこの綺麗な流れですよね。連携取ってしっかりと2人で倒しに行く動き。パラノイア、フォルトライン、顔出せないバース。ただレイタもカバーに入っています。ラカバー抜けて2人なら分かってる。レイニングレイダーをさばく。ただまだバースもいます。半量生すみだ。ナイス。オアブリーチ、イオがいます。出てきたところ、お、素晴らしい。レイニーがバースを返しますか。2人倒せた。さすがに C で2人倒せたということで、はい、中にはもういないだろうという、まあ、でもリア一応安全を期して使ってきました。使いましたね。それほど警戒しているということです。そしてミルクがもう早くも味方と合わさず早くも取り返しに来てる。いや、でもレイターさん見てますね。見てますね。フォーン2、ここはアブソリュートジュピター非常にいい形。うん、盤石の体勢です。スパイクが設置ですみたい。ガレージへのダルクラウドバースト。これは HQ も来ないかな。そうですね、逃げるところを狩ろうとしてる動きに見えますね。はい、持ってる武器は2本。カントはガレージ詰めを待っています。最悪スペクターなので倒されてもいいという判断かもしれません。そうですね、この武器的には。ただアルビターは、あ、そうですね、スポーン側ですね。ただね、この C ロングって逃げるのも別にこの先行く必要ないんですよね。うん、この箱のこの辺ですよね。ちょうど今、はい、アブソリュートジュピターここまででいいですよね。顔出す必要はありませんからね。いや、でもパラノイア行く、これ。おい、見事な竹瀬関東 A の、まあ、ロビーも取られているんですよね。見方、C リンクやりましたよ。はい、C リンク倒してそこからリーア B に入ってきます。パラノイア一旦ここは焦らずに引きます。リーアを返して相手の足止め。いや、バースがちゃんと裏取り見てますね。ワイヤーも切られて A 側、そして C 側からも裏を詰めている。そんなアブソリュートジュピターは C を選択。いや、レイタが残ってる。見事です。カントレイターを返してオペレーターが落ちます。ただこれでカント選手の位置は、はい、もう逃げられてられました。最速で借りに行きます。許しません。ニューラルセフト使ってまで、いや違うのはカメラだ。そうですね、スパイカメラか。さあ、まずはカント1人さばいて、3人抜き。アブソリュートジュピターとしてはちょっと様子見になるか。そうですね、これ以上危ないと判断していくのはやめましたね。んでもこれ足音聞こえてるんで。いや、見事バス、なんか横向いてたタイミングでした。はい、オペレーターを回収です。さあ、ラウンド10本目。2本次第では HQ が取りそうでちょっと怖いで
状態ではあります。そしていよオペレーター、これ守りが怖い。何が見えたんだよ。何も見えてないです。ラズが落とされる。4対5、一旦 C の情報取りは諦めました。アブソリュートジュピター、少し苦しい状態ではありますけど、はい、そうですね、やられたのがクローやバース選手でない分、ミック分かマシと考えるべきか。ミルク、ウィンドウを警戒して、 C のウィンドウ側へブーンボットを回しています。アブソリュートジュピター、日本代表はゆっくりと B へ。またスローで取れた。素早い、ミスミス、素早すぎる。中まで入ってシーリングとの勝負になるか。カントがクロー落としています。設置はできていません。見事竹瀬カバー、ただレイニーのカバーも早い。ハンターズギリよく2人落とした。カント設置ポイントへのハンターズギリ、いやでもいいですよ、削られましたね。切り返しが早いですね。これガレージから C ですから、ゾーン3。いやー、そこにローリングサンダー返すのか。スモーク中からのローリングサンダー、設置音は聞こえている。ただ守り抜いたバース、ただ設置はしないと。残り10秒、なんとか接種できた、よかった。これならまだチャンスあります。フロムザシャドウズを切って、さらにロングに、ガレージを抑えたレイタ、ワンオツバース、ロングに逃げてワンオワン。いやー、うまいですねこれ、飛び出した。まあ、いつ攻めてくるかわからないからこそっていうのもあるかもしれないですね、うん、すぐねレイタ選手ガレージを抑えてましたからね。そんな中ファーストブラッド取ったのレイニー、集めたんだ、詰めてますねこれ。もう一発、もう一回詰める。強気ですね本当に。何が見えてるのかよくわかんないです。いいよ、ワイヤーを切って相手の様子を見ます。これちょっとヘイブン、このマップ上制圧してるのは HQ e スポーツクラブ。アブソリュートジュピター、怖いですね、ブリッジ広がれません。一人削られて脱がカバー。いや、なんで竹地レイニーとキルログが並び、なんでそこ詰めてくるのか本当によくわかんないわ。2オン3です。配置が逆転しています。攻め側のジュピター、なんでそこ詰めてくるんだ。それでも武器を回収する前にピークを入れて打ち合ってくる。いいよ、さあ頼みますよクラッチキング。クラッチキング来ましたね、ファーオースリーミスター GGC ですからね。マッチポイントに持っていけるか。まずは1人、 AI が今日も絶好調。スポーツクラブを超えないといけません。あと1本、まずは第1マップ、流れはもう渡せません。慎重に動くアブソリュートジュピター、先ほどと同じような動きですね。まずスパイカメラで中を見て、でもこれ本命多分 B じゃないな、これフェイクだな。エンプレス切ってフェイクですね。しっかりとフォローライン、フェイクを入れてからのガレージ詰め、先ほどと同じ動きを見せたんですけど、それとは違う攻め方をする。サイバーケージフラッシュを避けました。レイにも返してきますか。でもフラッシュポイントの数多すぎ。お互いアビリティを返してバスライトショット、ここもラスが抑えてる。レイニーがダブルキル、トリプルキル。残りは10秒、残りは10秒、ツーオンツー。ちょっとこれは待たずに、これはいけないですね。ローリングサンタを切っていく、進めません。これはキープする判断、アブソリュートジュピター。いやでもレイニー恐ろしいですね。だってスパイク GG でデータ見た時に、ダントツで KD いつもトップなのレイニーです。寄り切れていないので221ですね。一気に2人倒せればピークされて、いやこれは走るしかないですよ。カブゲージ切ってフラッシュポイント、パラノイヤ受けて、いやー開かず、フラッシュポイント、意味わかんねえ。おお、ありついてラズダブルキル、ニューラウセフト迷っていない。いや素晴らしい、これは取れる。 HQ どこだ。5対2、アグに半量なます。ラズが5対1、ラズが止まらない。いける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 、あと1人 HQ、 心は折れていた。これは取れたでしょ。1on5アフターショック、ラズは止まりません。ラズは止まらない。